めえの力見せてくれ。うんねえな、もうコツつかんだんか。もう一丁だ。うわよっよっ、まだまだ。ああいこう、とっておきだ。おめえなら楽勝だったな。よかった、無事みたいだ。悟空、クリリン、来てくれたのか。ヤムチャさん、よかった、意識はあるんですね。ああ、でもこうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が。それがですね、クリリン、説明は後だ。まずはあいつをやっつけ。なんとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン。なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまっているかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだ。ああ、せっかく道着も着てんだ。
叩かねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと叩けてんだ。大丈夫だって。クリリンだってって、お前何気に失礼だぞ。相手だ。みんな。でもどうして。よく頑張ったな。偉いぞチャオズ。あった、俺たちに任せろ。はっ、ありがとう。クローン、かかってこい。俺たちが相手だ。そうか、その妙な波動が原因で。もしよければこれからは俺も一緒に戦わせ。戦って、ケンさん本当に大丈夫？体ちゃんと動くの？心配をかけてすまなかった。だがもう大丈夫だ。こういう時こそ日頃の修行の成果を出さないとな。ケンさん、だからチャンス、お前は。だったら僕、ケンさん助ける。チャンス、僕だってケンさんと修行してる。きっと役に立って。わかった、一緒に戦おう。ただし俺のそばから離れるなよ。
3人揃ってこの道着を着るのも久しぶりだな。武道家だった頃の修行の日々を思い出すぜ。そういや、ヤムチャと一緒に修行したことがねえな。あ、ヤムチャ、今度はオラと一緒に。冗談じゃねえよ。今の悟空の修行になんかついていけるか。それに俺はもう武道家を引退した身だ。修行ならクリリンに付き合ってもらえ。いや、俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るためにって言ってんだから仕方ねえよな。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。それはだな。俺にだってそのいろいろ事情とかよくわかんねえけんどよ、引退する意味ねえならオラと修行しようぜ。悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか。そんなことより今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。なあクリリン、お前どうして頭を丸めたんだ。この方が気合が入るような気がして。おかしいですか。おかしくはないけど懐かしいな。クリリンは昔からあまり変わっていないし、その頭を見てると修行時代を思い出す。ですよね。身が引き締まるっていうか、俺も初心に帰った。普通髪の毛が少ないと年を取って見えるもんだから、その年になって若く見えるなんて羨ましいぜ。だったらヤムチャさんも頭を丸めてみませんか。もしかしたら若返って見えるかもしれませんよ。断る。言っただろ、髪の毛が少ないと普通は年を。それに髪の毛がないと女の子にモテないじゃないか。ヤムチャさん、まだ女の子にモテたいんですね。当たり前だろ。俺だって結構。見た目はともかく、ヤムチャさんも昔から変わってませんね。こんな時に敵のことより女の子のことを考えるなんて。いや、なんだ、そのためにも頑張って平和にしないとなって話だ。ほら、雑談はこれくらいにして戦いに集中集中。ヤムチャさんは何年経ってもヤムチャさんの。Come on, this fight is anybody's guess!
前の力見せてくれ。くそねえな。ほら驚いたぞ。まだまだ。普通掴んだみてえだな。もう一丁だ。捕まえてくれ。今のおめえならこれくらい大丈夫だ。いくぞ。いい修行になったな。おっと、はい、いけ、たっぷりちょー、はっ、はい、ちょー、いけ、いやつか、はっ、はい、驚いたな。まさか俺のクローンまでいるなんて。ってことはレッドリボン軍は俺のこと戦力として見てくれてって。いかんいかん、ちょっと喜んでしまった。最近修行してなかったし気を引き締めないとやばいよな。ここでクローンに負けたらシャレにならないし、まあ自分のクローンが相手なら遠慮なくたこいつを倒して俺もまだまだやれるってこと証明してやる。Hup!
れだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかや。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強い。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。わりわり。なっクリリン、どっかでものすげえ木を。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど。けんどよ、セルの木は感じんのに相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから木がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけにも助けて。なんだ、どういう状況。この野郎、よくも俺の嫁さんを。おお、誰かと思えば孫悟空とく。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦えてえと思ってた。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやった。カリリン、セルの相手はオラがすっから、おめえは18キスの目。僕18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。セル、絶対許さ。しらじらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの。むしろ孫悟空と戦うチャンスが。はい。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかない。お前がやめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分とつかまえた。相手が誰だろうと18号さんを傷つけるやつはいるか。十分慣れてきたみてえだな。もう一丁だ。おめえなら楽勝だったな。もう一丁だ。
いい修行になったな。今のおめえならすげえな。ほら驚いたぞ。力をセーブされてさえいなければセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって、その時にせいぜい…なんだと、どういう意味。逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか。多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれて。あ、いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのかを。彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したり、セルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることでも、途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとして、そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかは、できれば道案内をお願いしたいので。すみません、基地の正確な場所はわからぬ。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。